はい、速稼塾の久保です。今回はですね、ゼロからお金をかけずに稼ぐ方法のその道をですね、2つ紹介しておこうかと思います。1つはですね、プログラミングですよね。やっぱプログラマーってまだまだ、ね、全然足りないんですよ。いわゆる IT 系ってやつですけども、プログラミングっていうと難しそうに聞こえるでしょう。だからプログラミングって言った時点でもう拒絶反応じゃないですか。そういう方が大半なんですよ。でもやってみたらそんなに難しくないですよ。でプログラミングの教材ってネットにいくらでも落ちてるんで、一人で学べるんですよ。それこそね、試しに1週間やってみたらどうですかね。プログラミングを全くやったことがなくって、ずっと拒絶ばかりしていた人と、それから1週間とりあえず取り組んでみた人、むちゃくちゃ差ができますよ。でプログラマーって実はね、デバッグとかね、その他の細かい仕事があるんですよ。そちらの方でしたら全然ですね、深い知識はいりませんし、むしろそういう人が求められていて、優秀なプログラマーって大体ね、いろんな会社にヘッドハンディングされちゃうんで長居してくれないんですよ。まあ、ですんで、そういうことを考えると、ずっといてくれる人が本当はね、必要なんですよね。まあ、ですんでプログラミングなんてとてもっていう人ほど、かなりですね、会社の方ではニーズがあるってことがなかなか知られてないんですよね。でプログラマーって独学で在宅でできちゃうんですよ。ですんでね、会社としては非常に扱いにくいんですよ。会社では社員としてしっかりと会社の中でやってくれる人が欲しいんですけども、プログラマーって本当にね、独立しちゃうんでなかなか居ついてくれないんですよ。というところで、安定した雇用を求める、育休がある、ボーナスが出る、こういったものを求める人ってプログラマーやればいいんですよね。ほとんどの人がプログラマーやりましょうって聞くと、もうその時点でその道を閉ざしてしまうんですよ。だからいつも人材不足なのがプログラマーですよね。アプリ開発なんて結構簡単ですよということが一つ目です。二つ目はですねスマホを持っていたら、まあ、YouTube の発信ができるわけですよ。だからそれをやればいいんじゃないですかね。 YouTube の発信っていろんな利益の取り方があるんですよ。もちろん広告収入はその代表的なものですけども、別にね、チャンネル登録1000人待たなくても、広告収入じゃなくてもね、やっぱ YouTube で売り上げを上げるって別にすぐできますからね。だからとりあえず YouTube で自分の情報発信をすることを始めてない人に、こんなこと言っても無駄なんで言いませんけども、 YouTube で情報発信を始めてしまえば、もうね、売り上げを上げたりとか、そこで暮らしていくことって可能なんですよ。で今回はですね、ゼロから1円もかけずに利益を取る方法を2つ紹介しましたけども、この時点でほとんどの人がやりません。だからやった人だけは稼げるんですよ。いつも同じです。だからね、やらない人同士で競争してるから、やらない者同士の競争が起きるんですよ。でもやった人っていうのはどうでしょうか。やらない人とやった人って、やった人のが極端に人少ないんですよね。だから競争のない世界で利益を分け合うことができて、お互いに良かったねっていう助け合いも生まれるんですよね。やらない人同士のマーケットって本当に悲惨ですよ。だから早くね、そこから抜け出した方がいいと思うんですね。ということで今回は以上です。